後はこちらです。ギルティークラウンクイズ大会、2問先に正解したペアが勝ちということになります。いいですよ、もうこういうの非常事態ですね。ここで俺に頼るっていうのか。似合わないと思わないか、シュ。はあ？僕を使うっていうの？いじめに行ってやるよ。水嶋貴博さん、ダリルヤン役の内山幸喜さん、参戦してくださいます。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。揃って正解しないとポイントになりませんのでね。では参りましょう、クイズ第1問。葬儀社メンバー篠宮綾瀬が最初に操縦していたエンドレイブの名前は何でしょうか。実は正解こちらです。10問。全然違う。あら、すいません、本編で聞いたことがあまりないんですけど。こんなのありましたっけ。では第2問です。柊と祈りが初めて会った時、柊が祈りにあげたものはおにぎりですね。ではそのおにぎりが入っていたものはお弁当箱ですが、そのお弁当箱の柄は何だったでしょうか。あー気持ち悪い。え、何？それ清志です。清志ですね。おにぎりつながりですね。これシルバーのやつ、なんだな、なんだな、血の何それ。これはミトコンドリアの違いますよ。ミトコンドリア。内山君はね、ちょっと疲れてるんです。あ、イクラか。違う、水玉だよ。水玉。なんで点があるの。水玉の真ん中に何かが。気持ち悪いよ。普通の水玉じゃ飽き足らないんでしょうね。水玉。あ、ここ二人で一緒じゃないですか。水玉ですね。カジさんはシークレット犬。犬的な。なるほど、的な。クマ。クマちょっと惜しかったね。そう、なんか動物だったなって思ってて。続いて第3問。これはいける。文化祭でつぐみがしていたコスプレは猫耳のメイド服でしたが、カノンはどんな格好をしていたでしょうか。ああ。カノン、ごめん。ではお答えをお願いします。どうぞ。ナスナス。それナスですよね。ナス。中村さん、最後の最後で着替えましたね。ジャムさんもナース。本当だ本当だ。ナースならここワンポイントになります。犬耳です。ふざけてんのかよ。このクイズ難しくありませんか。ナース着てましたっけ。着ましたよ。いや、多分ね、ナースはね、我々の願望だな。はい。あの、じゃんけんで決めることになりました。12話の一番大事なところで、シュー、例のやつね、ボイドじゃんけんだ。12話って多分、ガイの見せ場のとこですよ。俺とボイドじゃんけんで。言ってないと思います。じゃんけん、ほい。やったー。よいやったー。中村さん、勝ちさん、おめでとうございます。心境は、いや、やっぱり最後に勝つのは暴力じゃないんだなっていうことを証明しました。罰ゲームは自分が演じていたキャラのボイドを体で表現するです。難しい。難しい。これ難しいね。僕の万華鏡なんですけど。万華鏡ですよね。くるくる回すと変わるよみたいな。どうぞ。ははは。なんだこの映像。え、なんて言えばいいかわからないです。中村さん、よくできてる。中村さん、よくできてるよ。怖い、怖い、怖い。もう無理、もう無理。目が回る、目が回る。怖いよ。ありがとうございます、中村さん。パンって打てるね。よくできてる。もうや